はいどうも、フリーコンバットです。アンダー1500で、ノーマルミッションを一回り、そしてコモナに戻っていくと。敵の新型兵器が現地に移動しているという情報あり、潜水艦 B2 キュゲス、どれかな、まあアルファ、蒸気は SU24M LSM、 ここまでいくつ飛んだのかな。もう15回ぐらい飛んでるけど、非常を引かないんだよね。非常を引いて終わりにしようと思ってるんだけど、これより宇宙センター防衛作戦を開始する。この施設が失われれば、ここはわざと本体じゃなくてシップガン、可能な限り多くの敵を破壊せよ。より多く破壊した部隊には得点が支給される。ミサイル発射。何をやってる ？VLS。いいですか？ライザーミッション。どうせはただい改造機だ。間に合わないか。対空がない。ミサイル発射。ロックした。ガンの射程内。いや向こうだ。データリンクの準備が完了した。各機協力して敵を。ブラボーに赤台があんなの持ってる。ターゲット撃沈。ブラボーに行ったけど、ボットがさ、ロックした。残りがプレイヤーなのかボットなのかよく分かんないんだよね。分かるなんか分かるようにしてほしいな。うわ、やっぱ向こう赤ベータか。間に合わないか。潜水艦にかけよう。味方施設を狙う潜水艦を確認。施設がやられる前に潜水艦を撃破せよ。緊急浮上、衝撃に注意しろ。敵潜水艦から UAV 射出、気をつけろ。ガンの射程内。
距離を取って。敵潜水艦が接近しました。うわ、なんだよ、全然。全然残ってるわ。残り時間あと2分。味方施設損害拡大。至急敵部隊を撃破せよ。敵潜水艦の再浮上を確認した。攻撃を再開しろ。浮上したい全弾ぶっ放してやれ。うわ、敵潜水艦の沈黙を確認。よくやった。で、LSM あと残り一発だよ、お前ら。全艦船ターゲットアプチアが最終着を急げ。残存兵力を急ぎ相当せよ。残り時間1分。10、9、8、7、6、点火開始。もうカウントダウンしてるよ。もうミサイル発射。ロックした。復旧。残り時間サイルシステム正常に稼働している。いいぞ。ロケットは高度4万フィートに到達した。彼らにはもう手を出せないだろう。君たちのおかげで発射は成功した。動かねえよ。ありがとう。どうしたないかな。次の任務ではさらなる戦果に期待する。アルファ隊が大きな戦果を上げた。報酬の使い道でも考えておけ。引かない。